はいでは2020年の憲法に入って。 いきましょう、えー、説問ですね、えー、説問の部分だけ確認しておきましょう。X、はこの刑事事件においてどのような意見の主張なし得るかあまたそれらについてあなた自身はどう考えるか論じなさいということで、えーとまあ、従来の司法試験とかで問われてきた主張反論型試験展開型の設問に近いなという印象の問題ですね。えー、そもそも、X、側としてどういうふうに意見の主張をしますかとであとはそれをあなた自身要は試験としてきちんと認められるか認められないか を検討していけばいいっていけばう問題になってくるのかなとというところですねなのでしっかり主張内容を書いてあげてそれの検討するっていうブロックを書いていくとこういうことになってくるかなというところですね。で、えー、と2020年の憲法については広島市暴走族条例事件ですかね。 が元ネタというかまあそのまんまみたいな問題にはなっていましたねというところですねそこでまず皆さんとしてはしっかり広島市の暴走族条例事件の判死事案含めきちんと読んでおいてもらいたいところなんですが やっぱり問題なのは藩をたたただだだだと読んんだだけでで終わらせたくないんですね資本、えー、試験とか予備試験とかでのお聞き方にも近い説問の問い方になっている以上はあこういう問いに答えるためには判例の判主をどう読んでおくんだろう結局憲法でどういうふうに判例を読んでおけばいいんだろうなっていうところのイメージ作りも確立しておいてもらいたいというところですね。 なのでその辺をこう意識的に見る形で解説解答例見ていきましょうとこういうところですね解説の方ですね。 まず1で X の主張の行使ということで、えー、明らかにしておきましたと集会を行った X は条例16条が集会を行うことをしてはならないというふうに定めているとでこのルールというものが集会の自由憲法21条1項を侵害して違憲であるというふうに主張することが考えられますよというところですねざっくれば条例の16条1項は21条1項に違反するんだという話ですね、えー、まあ1号ですかねはい。 ととというところですとですもう1つはまたということで条例16条1項1号が集会を行うことをしただけで同じところですがそれって31条にも違反してませんかねというところですね。はいこれでまずきちんとした主張の骨子を明らかにしたことになるとつまりここで何をやってるのかというとこういう項目がこの憲法のこの条文との関係でまずいんじゃないんですかというところをきちっと明らかにすると。 ここういういところですね例えば民法ではこういうことを請求したいですこの条文この制度に基づいて刑法だったらこの行為についてこの条文の犯罪の成否を検討しますっていうふうにやっていたのと同じイメージですね。憲法だったらここの部分が憲法違反じゃないんですかちなみにそれって憲法の難条違反だと思いますよっていうふうに明らかにしてあげるまずここをきちんとやってほしいというところですね。 はい、で主張の個数なのであとはその中身でまた X の主張が出てくるかどうかというところですねまず周回の自由との関係での方からいきましょう。括弧1ですね まずエ X は集会を行うこと16条の1項1号の文言ですがこれって集会の自由によって保障されているはずなのにそれをしてはならないってあるのは制約となるという主張をまずすると思いますというところですねこの辺要は自由権の答案の書き方を意識したフレーズですとつまりそもそも憲法で保障されているはずだって言えるものなんですかっていうところと 言えるとしてそれを制約している法律とか条例なんですかっていう話を次に書いてあげると。 いわゆる自由権として保障されるかどうか制約の有無の認定と呼ばれる作業ですねなのでまずそこについてしっかり集会の自由で保障されると思うんですよしかもその制約になっていると思うんですよってところをまず主張すると思うんですがそこは特に問題なく試験としても認められるかなというふうに書いちゃいましたというところですねまあもう文言そのものが集会を行うとなっててこれが集会の自由の集会に入ってこないはずないでしょうしそれをしてはならないという全面禁止になっているわけなので、えー、制約になっているというのはまあ明らかで でしょうねとなのでこの辺はもう全然断りなしに保障されること制約があることはサクッと認められるのが試験ですよというふうに言っちゃったというとこですね。ですね。じゃあその次に何があるんですかっていうといわゆる3段階審査の言葉を借りてくれば正当化って呼ばれる文脈の議論が始まりだすところですねと。でその制約,、えー、制約の正当化のところではまずもって、えー、文言レベルとして正当化されるっていう話をしておかなきゃいかんなというところがあったりしますと。つまりこの下りで 次に X は条例16条1項1項は集会を行うことを禁止対象とすることは過度の広範性ゆえに無効だっていう主張をすると思いますつまりえ集会の自由という条文から出てくる過度の広範なものはえ無効にしますよっていうルールこのルールとの関係でえ正当化されないと思いますよっていうふうに主張していくっていうイメージだと思ってもらうといいのかなというところですね。でじゃゃあここについいいてては試験をききちんとと展開しておかなきゃいけなけい と,いうところですねつまり実際の広島市暴走族条例事件の判例の半紙っていうのはここから先でいろいろ参照し始めるというイメージですと、はい、でまず過度公判性ゆえに向こうってやつは、えー、と理屈としては存在していますけれども憲法の条文に書いてあるわけではないのでまずこの過度公判性の説明をきちんとしておかなきゃいけないっていう部分ですねそれが次の段落から始まりますと。 えー集会というのは国民がさまざまな意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成発展させまた相互に意見や情報等を伝達交流する場としてえさらに対外的意見を表明するための有効な手段ですと集会ってこういうものなんですよと。 だとしたらですねこれを理由づけにして従って宗教自由を制約する立法は本来合憲的であるはずのものに萎縮効果を及ばさないようにするために明確性が要求されるべきだとつまり明確性の理論ですねこの明確性の理論っていうものがまず理屈としては存在するはずだっていう論証をはっつけると。 こういうところですねでそこの理由付けとしては周回ってこういうもんなんだからっていう理由を指摘して明確性の理論っていう理屈を導き出したと。で その明確性の理論の中にはあ法文が一応明確でもお規範の範囲があまりにも広範で意見的に適用される場合も入ってきますよというところですね。明確性の理論でよく議論されるのはどちらかというとお曖昧不明確ゆえに無効という方ですね、えー、そっちを議論しますけれどもお過度広範性の理屈も明確性の理論に位置づけられているっていう整理でやっていますというところですね。こののの辺はなでで逆に皆さんご自身のインプットトテキストで、えー、曖昧 不明確ゆえに無効の法理ってやつと爆罪不明確ゆえに無効の法理ですかね、えー、っていうのと過度交換性ゆえに無効の法理っていうのがどういう風に位置づけられているのかっていうところをチェックしておいてもらうといいのかなというところですねはいこれでえー、と21条集会の自由っていう理屈のところからあー過度交換性ゆえに無効の法理っていうのが導くことができるんだっていう論証を貼っ付けたことになるわけですがそれのさらに続きですねしかしと 立法府の判断の尊重っていう側面もあるはずだから文面通りに解釈すれば違憲になるかもしれない広範な法文の意味を限定し違憲となる可能性を排除することができれば法令は効力としては有効として残しておいて問題ないでしょうっていう理屈もありますとこれ合憲限定解釈っていう理屈ですね。 はい、つまり合憲限定解釈を施すことができるのであれば過度公判性ゆに向こうの方法では使えないということになるつまりえ21条集会の字を侵害して違憲ってことにならないで正当化されるっていう話ですね、えー、という構造になるでしょうとじゃあその合憲限定解釈ってどうやって認められるんですかってところについては基準を貼っつけておきましょうと規制の対象となるものとそうでないものが明確に区別されかつ合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合であること。 一般国民の理解において具体的な場合に当該行為や規制の対象なのかどうかの判断可能な趣味のことが必要であると解すると。という基準が立ったんであとはこの基準の当てはめをしていきましょうということで本件について見るには段落から始まると。 当てはめのところは、えー、問題部の事情とかをそのまま引用するっていうイメージのところについてはあ下線の紫色をし引いていて、えー、それに対する評価意味付けみたいなニュアンスで使っているところについては太線を引いていますというところですね。 はい、えー、ちなみに上の黄色のところも説明しておきますとお結論としての規範基準みたいなところは太線の黄色を使っていてそれを導く理由付けとして使っているフレーズの辺りには下線の黄色を引いていますとこういうところですね。ははいい太線の黄色が出ててきたんでじゃあ当てはめましょうとこうとう構造と まず一の規範ですねのところから当て,て当てはめていきますと、えー、確かに条例の2条7号という条文ですねこれは暴走族っていう定義をか、えー、暴走族の定義を書いてくれてるわけですがそれに対するまあ評価意味付け的なニュアンスとしては社会通念上の暴走族以外の集団も含まれるような表現になっちゃってますよねと。 また16条1項1号17条の方についても社会通念上の妄想族以外のものを含む対象とする文言というふうになっているように見えますよねという評価ができるとしかしかと。 1> 1条です今度は1条というところでは暴走族という文のをちゃんと用いていますよねとこういうところですね、えー、そうすると結局2条7号の暴走族とは暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族のほかには服装旗言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同時することができる集団に限られると考えられると。 したがって16条1項1号による規制の対象となるものとそうでないものが明確に区別され合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされたという規範に当てはまるという話ですね。えー、だし2の方もちょっと検討しにくい事案なんで何とも言えないかもしれないですけどまあ1のところがクリアできてるから2の方もまあまあクリアできるのかなという形のまとめ方をしてみましたというところですね。 はい、よって合憲限定解釈ができるんだから過度後半戦に向こうという話にはなりませんとつまり、えー、この限りによって X のイクスの人は認められないということになりますと。はいというところですね。で皆さんに、えー、ちょっと意識しておいてもらいたいのは、えー、ここですね本件についてみるのはこの段落、えー、ですねこの従っての手前のところ。 ここまでの部分っていうのが実際に広島市暴走条例事件の版紙を参考にして作っている文章になりますというところですねなので反例の話をそのままベタッと貼ったらじゃあそれで法律答案になるかっていうとそうじゃなくて法律答案というのは三段論法を守ってるわけですね、えー、規範を出して、えー、大前提として規範が存在していてそれに小前提という当てはめを施して、えー、結論を出すっていう作業ですね えで、えー、じゃあ判例の話っていうのをどういうふうに使って法三段論法を意識した答案を作るのかっていう一つの一例として 今回はまず規範としては、えー、判例は何も述べてないに近いのかなということできちんと規範を出してあげてこの規範に沿っての当てはめのところで判例の話を登場させて、えー、結論を導いているっていう構造ですね、えー、このイメージを持ってもらいたいかなとこれは一個判例の使い方の一個の一例でしかないですからね、えー、そういうふうに判例を使っていけるようになっていきたいと。 つまり判例の時にこの辺のフレーズは当てはめの辺りで使えばいいフレーズなのかなとかこの辺のフレーズはむしろ規範定律の部分で使えばいいフレーズなのかなとかですねそういうふうに「答案を書くとしたらどこの文脈に位置づけると思いますか?」っていうところをイメージしながら判例を読むようになってくると憲法の判例ってすごく理解が深まってしかも答案作成にも使えるようになってくるのかなという気がしますとこういうところですね。はい えこれで文言レベルとしては問題ないという話になったわけですけれどもさらにということで X は合計限定解釈が認められるって言ったって結局集会の自由の制約になっていることには変わりはないんだからやっぱり許されないっていう話になるんじゃないんですかというところですね。 つまりこっちはいわゆるうー文言レベルじゃなくて、えー、より実質的な審査をししていいくべきででょっていう話ですね、えー。典型的には目的手段審査とかを行う文脈の方法ですね今度こっちの審査をやりましょうよということでそっちについての試験を述べると。 ここら辺なんかはあじゃあ実際に自由権の答案だとどういうふうにやってましたかっていうと判断基準いわゆる意見審査基準です、ね、を立てましょうっていう作業をやるとでじゃあそれを立てるっていうことは理由付けをきちんと書かなきゃいけないですねじゃあ理由付けって何使うんですかっていうと例えばあ制約されている人権っていうのがどれぐらい重要な権利なんでしたかねっていう権利の重要度に着目しましょうとかですね、えー、じゃあ制約対応が緩いのか強いのかあっていう制約対応に着目しましょう 大きくはその二要素に着目しましょうというふうに言われるところなのでそこに着目したような形で判断基準を立てて当てはめてあげればいいんでしょうねとういうところですねで、それをやってるのは次の段落ですね16条一項一項によって制約されるのは上記のような意味の暴走族の集会の自由ですねというところですねつまりだいぶ怪しい奴らの集会の自由なんじゃないのとで、それって本当に重要なんですかねっていう疑問のフレーズをしてみましたというところですねただこの辺は異論が全然あってもいいのかなというところですね別に 主体が暴走族だろう誰だろうがやっぱり集会の自由という意味では重要じゃないですかっていう話をするんだとしたら重要な権利じゃないっていう言い回しにはなかなかならないでしょうねとこの辺はなのでどうやって皆さんがやるのかとで、えー、今回は重要な権利じゃないよねっていう理由付けをしたからこそ従って制約が必要とされる程度と制限される自由の内容性質これらに加えられる具体的制限の対応程度と考慮して判断すべきという、まあ、ざっくりと比較考慮の基準ですねでいきますよというふうに言ったと。 じゃあそれに沿って当て当はめましょうというとといころですねここら辺はまた、えー、と広島市暴走族の判例を大、えー、と素材にして、えー、参考にして、えー、解説答案を作っていますというところですね本件について見るにと公共の場所における暴走族による集会から公衆の辺を守るという規制目的は正当ですというところ目的が正当なんだという話。また あ条例16条1項1号は集会を行うことをしてはならないと定めるもののそれを直ちに反対として処罰するのではなく市長による中止対・退去命令の対象とするにとどめ当該命令に違反した場合に初めて処罰すべきものとする事後的かつ段階的規制によっていることからすると手段としての合理性当が規制による得られる利益と失られる利益との均衡も認められるんだっていうまとめ方ですね。この辺のの辺フレーズというのはあ ですね、ただそれをそのままベタッと貼っつけて答案にするとそれって規範ないままにただただ突然当てはめただけですよねそれじゃあ三段論法じゃないですよねっていうふうに言われちゃうのでまず手前にきちんと基準を貼っつけておくっていう作業を入れてから当てはめるという流れですね。はい、ということで結局実質的な審査の方正当化の方に関しても制約は許されるっていうことになるので X の主張は認められませんと。 ということで一通り段階を追って検討してきたんで最終的な問いに対する結論として16条1項1号が集会を行うことをしてはならないと定めていることは集会の事を侵害し違憲だっていう X の主張は認められないんですよという結論を出して終わりになりますとはいこれがえ集会の事を21条との関係での議論の仕方になりますでもう一つは今度31条との関係でも憲法違反じゃないんですかという問いを立ててたわけなのでそっちの検討に移りましょうとういうところですね はい、こっちもこっちで広島市の判例は半紙に挙げているところではありますね、えー、まとめて書いちゃったはいましたかねでもね、えー、広島市の判例はね、えー、そこを分けてそれぞれごとに検討していくという形でとりあえず構成はしていますと。1ですね X は条例16条1項1項を集会を行うことを禁止対象とするのは憲法31条との関係でも過度の広判性には無効だという主張すると考えられますというところですねつまり結局31条の方でも過度公判性という話が出てきますよというところなわけですが31条に過度公判性という言葉が入っているかというと形式的には入っていないわけですね。 ということはどうやって31条から過度広範性の話が登場してくるんですかっていうところは解釈としてきちんと示しておかなきゃいかんということで下のの黄色の部分につながるとというところですね31条は「法律の定める手続き」っていう文言になってはいますがそれって「実態の法定適ままで要求してていいいるううふにによく教科書に書いてありますね手続きの法定適正」「実態の法定適正」4つを全部含むという立場があるとか。 ああそういうふうに紹介されたりするところですね。そのうちこの実態の法定適正だというところを指摘してあげることによって、つまり道場は財形法定主義を定めているという説明になるはずですと。で、財形法定主義の一環として明確性の理論ってあるわけですね。犯罪の構成要件は明確じゃなきゃいけないっていう意味の明確性の理論。 え上の集会の自由含めまあ表現の自全般で出てくる明確性の理論とはえ言葉遣いが微妙に違いますね。あっちは表現を禁止する法文というのは明確じゃゃななきいいけないんだとうふうに言ってる対象こっちは構成要件犯罪の構成要件が明確じゃなきゃいけないんだと財権法的主義の発想からそういう表現になるというところですね。 はいえー、つまり21条の方周回の10表現の10の方で出てくる明確性の理論とこっちで出てくる明確性の理論っていうのはあ、まあ、厳密にはと言いますかね意味ないはちょっと違ってるよねっていうところではあるので、えー、書き分けておいてきちっと21条との関係ではこういう意味での明確性の理論。 31条との関係ではこういう意味の明確性の理論というふうにはっきり書いてあげる方があよりよく整理整頓しています知識整頓していますよという話になるのかなと思って構成を分けて作っているというところですねでその明確性の理論には過度後半戦も入っているはずだというところなわけですがじゃあ結局それどうやって判定するのかという過度後半戦の判断基準については え結局ですね、えー、上と同じ基準を採用するということにはなってきますというところですね。ちなみに、ですね、えー、その同じ基準を採用するんで、合計限定解釈がいけるんだったら問題ないんですよつって言って、合計限定解釈ができちゃってるのが前半で検討した通りでしたねと、だからこっちも結局認められないという話になりますというところですね。 で、えー、その手前の部分ですねこのここでのところこれですね意外とお忘れがちですけれども一旦は確認しといてもらいたいですね、えー、要は財刑法定主義を定めていてそこから出てくる明確性の理論というのは犯罪の構成要件になってるんだとしたらそれは明確じゃなきゃいけないんですよっていう話なわけなので犯罪の構成要件になってるっていう確認をきちんと当該事案でやっておく必要はあるでしょうね。 えー、その説明を試みているのがここでの段落ですと、えー、見ておきましょうかね条例16条1項1号に違反する行為は中止退去命令の対象となりますと17条ですね、えー、当該命令に違反すると処罰の対象になる19条ということで、えー、つまり、えー、条例16条1項1号というのは17条を通して19条とつながっているとつまり16条1項1号違反の行為というのは犯罪の構成要件になっているという説明がつきますと。 だから条例16条の一項一項が集会を行うことをしたならないと定めていることについて不明確であるとすればそれは明確性の理論との関係で31条違反ということになりますよねっていう説明になるとそこでじゃあ明確かどうかつまりえ過度後半かどうかですね今回の文脈だとね過度後半かどうかってところを判定しようとするとおそこから先の話は結局21条と同じ話になっちゃいますよねっていう話のまとめ方になっていますとういうところですね。 はい、えー、この辺をおー広島市の判例はね、確かね、えー、もうまとめて21条、31条って書いちゃってたかなと思いますが、21条との関係ではどういう理屈でどうなってるんですか、31条との関係でどういう理屈でどうなってるんですかってところ一旦はね、えー、整理整頓しておいて見てほしいというところですね。 はい、えー、これを前提にしてじゃあ、答案の形にするとどうなりますかっていうところですねを、えー、ざっくり見ていきましょう1まず X は集会を行うこと集会を行うこと条例16条1項1号があ集会の1021条1項によって保障されるでそれをしてはならないというのは制約になるという主張を考えられるけどもそれは認められると多いところです、ね、つまりあの骨子ですね、えー、解説の方で使ってた骨子ってやつはもうわざわざ書くのはやめちゃってもういきなりまず21条の話のところを展開していくというところですね。 もうひたすら主張試験、主張試験、主張試験というふうにやっていこうという構成で答案は書いていますと。で次にですね、エクサ集会との文言は過度後半数字に無効だという主張ができ考えられると思いますよということで、試験についてというところですね。この辺なんかも、えーと、よく答案添削とか、答案見ているとですね、っ、えー、と 誰々の主張として書いているのか試験として書いているのかがだんだんわかりにくくなってくるんですね書いている党の本人としては、えー、といやわかるでしょこれぐらいというふうに思うと思うんですが意外と読み始めていくとなんかこれは結局どっちなんだまあなんとなく先の話を見てみると多分これは試験なんだろうなとかというふうに思うことが結構多いですと いうとこですね。で、その辺に関してやっぱりその読み手再転換にきちんと意図が伝わらなかったら、えー、せっかくいいことを書いてても点数に結びつかない可能性ってあるわけなので、100%確実にこう書的に絶対伝わるでしょということを意識してもらいたいなというところですね。で、その一つの例として、例えば私だったらこういう書き方をしますよっていうのが今回の答案例ですね。つまり、x は何々と主張をするっていうふうに書けば、それは X の主張として書いてるのは絶対伝わるでしょうっていう形式をとっていますし。 今から試験述べますからねってことを言いたいために、えー、試験についてっていう書き出しで始めるというところですねこうやれば読み手に対してあ X の主張はこれでで試験についてって言うから今から試験始まるんですねじゃあそれ読ませてもらいますわっていう風になるのかなというイメージですとというところですね。この辺は別に必ずこう書いてくださいとは言いませんけれども、えー、確実に伝わるためにはどういう形式を取った方がいいんだろうなというのは常に皆さんの中で考えといてもらいたい ですとというところですねでこれは、えー、とロースクール入試この過去問の傾向との関係でというだけじゃなくてですね、えー、実際の予備試験司法試験の方でもこういうふうに当事者の主張はどうなんですかあなたの試験としてはどうなんですかっていうふうにこう立場の使い分けみたいなのが求められる形式での出題形式っていうのが存在するわけなので、えー、常々この形式を意識すると。 もっともっと広い意味で言えばこれって結局問いに真正面から答えるための答案作成を必ずしてくださいよっていう話にもなってきますよというところですね、えー、この意識は忘れないでくださいと。はいで試験についてっていうところで集会ってこんなもんなんだから萎縮効果との関係で明確性の理論が出てきますよとその中には過度後半も入っていきますよとでえ21条と31条で結局分けて書く必要はそこまでないだろうなっていうことでもうまとめて31条の話もここに突っ込んじゃいましたと。 31条は実態の法定適正まで要求して財敬法定主義を定めたものだから過度公判も含んで31条にも違反しうるというところですね。で構成要件になってますよっていう確認もしておくということでこれで過度公判性が21条31条どっちとの関係でもつながるっていうことになるんだけれども合計限定解釈ができれば問題ないんですよその基準は丸×丸2なんですよっていう規範を立ててあとは当てはめをドバーッと言っているというところですね。 でこの当てはめの部分というのはまさしく広島市の判例を参考にしたい部分なので解説の方で検討したのをばっさり削るような構成をするというよりもきちんと一個一個条文を確認していくという作業を入れているイメージにしていますと。はい、よって合憲限定解釈が認められるので X の上記者は認められませんと。 じゃあ今度は実質的な審査との関係でどうなのかというところの主張とそれについての試験についてとていうところですね。えー、許さるか否かはという形で基準を立てて当てはめるというところですね。本件ではという段落で当てはめをきちんとやってあげて制約許されたなので16条1個1が週刊10として制約許されからエク、役所上級者は認められないというところですね。と、はいう、えー、形になりますと。 中ですね、えー、先ほど31条が登場したところこ,のここで31条って登場してきてますけれども、えー、別にえ31条違反の可能性もあり得るんだとしたらこの冒頭のところで31条という指摘をしてもらっても構いませんけどねというところですね。はい えーまあ、あくまでも自由権として保障されるよね制約があるんだよねっていう話は、えー、21条との関係でしか説明しないと思うので、えー、そこについては31条の話が登場しないとおこの角後半線の下りのところでだけ31条登場させればいいかなと思って中の方に、えー、31条が組み込まれるという形の答案にしてみましたとういうところですね。 はいという形でこう判例を使いながら答案の形を作っていくっていうイメージをまず持ってもらえればいいのかなというところですね。じゃあこれでこの憲法の問題の検討は以上にしましょう。一旦チャプター切りたいと思います。